第一ローテーションの前半で早稲田大学の小倉圭介のスペシャリストの跳馬をご覧いただきます。はい、ロペスという技を実施します。はい、良かったですね。昨日の予選では大きなミスがありましたが、はい、今日は決めてきました。 D スコア 6.0、 E スコア 9.300、 15.300 です。彼は本当に跳馬のスペシャリストで、ここからさらに半分ひねる新技ロペスハーフを実施成功させていますよね。はい、今回はロペスでまとめてきました。全日本種目別跳馬の3連覇チャンピオンです。やったというような表情を見せています。昨日の予選を突破した早稲田大学です。